神の字は、千葉県君津市にある新言州地山派の寺院。六夜山臨昌院と称し、本尊は、薬師如来、群んが明王。寺伝によれば、聖徳大子により、水古天皇の時代に創建された関東地方最古の寺と伝えられる。英少年館に、新言州の宋広史藩により、中興されたという。1979年8月2日夜。 当時寺の境内に併設されていた動物園で飼育されていたベンガルトラ3頭が逃げた。1頭はすぐに戻ってきたため捕獲されたが、1歳のオスとメスの2頭が行方不明となった。3日未明に寺からの通報を受けた千葉県警察は現地対策本部を設置。警察官や消防団、猟友会など、契約500人による捜索が行われるとともに、 周辺住民には外出禁止令が出され、大事件となった。メスは四日カに射殺されたが、全国の動物愛護団体などから、射殺するな、かわいそうだと多数の苦情が殺到し、さらに寺の住職も、時間的に余裕があったのだから射殺しなくても、よかったのではないかと発言した。これを受けて、領友会が激怒したこともあり、捜索は一時中断した。 28日早朝、近隣住民の飼い犬が虎に襲われて犠牲になっているのが見つかった。これを受けて、千葉県警の射撃能力が高いもので結成した虎捜索選抜隊と領有会員が合同で山中を捜索し、27日間に渡って逃亡を続けたオスも同日中に射殺された。この事件を受けて、寺は他の動物園に引き渡すなどして、 猛獣の飼育をやめ、自治体では猛獣などの危険動物の飼育、保管に関する条例の制定が進められた。寺に隣接したマザー牧場で4日にロックコンサートのイベントが予定されていたが中止となった。そのイベントに出演予定であった RC サクセションは9月15日の渋谷屋根裏でのライブを虎イ島コンサートと題した。詩人の石垣林はエッセイ。 炎に手をかざしての中で、事件解決後、報道で紹介された三本の唐馬が立ち供養される。写真を見て、お寺の本位は、虎の供養が目的で、虎の餌食になった犬の供養は、世間体に過ぎないのではないかと発表している。2019年9月に、関東地方を襲った令和元年、暴走半島台風の影響で、神の字は甚大な被害を受けた。境内にある、 表門は全開。その他、救護窓堂や奥の院などにも被害が出たという、ありがとうございます。